そしてですね、さっきの話の続きだけども、私がもう、まあ、いささか国会に愛想を尽かして辞めた後、面白いことが起こった。面白い、不愉快なことが起こった。香港のね、活動家と称する一部の連中が、これはもう明らかに特殊部隊でありましてね、アメリカの DI なんかちゃんと報告してますよ。把握してます。その連中があそこに上がってですね、あそこにシナの旗を立てた。保安庁が慌てていて追っ払ったら、一人が逃げ損なって船のロープに引きずられてね、溺死した。まあ自業自得でしょうけど、向こう大騒ぎになった。片っぽで沖縄でね、アメリカの黒人の海兵隊員が小学校の5年生の女の子を輪姦してね、家をめちゃめちゃにした。それは沖縄の人は激怒するでしょう。一方ではですね、尖閣でそういう問題が起こった。そしてあれはワシントンポストでしたか、ニューヨークタイムズでしたか、アメリカの有力な新聞の日本の特派員がね、時のモンデルという大使に、あそこでこれ以上そのホットフラッシュ、紛争が激しくなったらですね、結果として日米安保発動するんですかと言った時に、モンデルは玄関にノーと言った。その理由は、尖閣はですね、台湾と同じようにですよ、日米安保で、ね、防衛ので対象に入ってない。これは全く無知妄想な話でね、そんなことをね、大使が明言するのは非常に危ない話ですから、私は議員辞めてましたけども、自分の担当しているコラムでこれを書きました。こんな人間がね、日米大使を、日本の大使を務めている限り、危なくて私たちは、ね、アメリカの関係と一緒に維持もできない、信用するわけにいかない、こんな大使を許しておいていいのかと言ったらですね、あの時は民主党政権でしたけども、クリントンの、共和党の、まあ、友人の議員たちや、その、学術政権スタッフですね、まあ、ヘリテの財団も含めてね、ああいうその様子、シンクタンクは石原の言う通りじゃないかと、こんなことを言わしておいてね、日米関係危なくなるぞと言って、モンデルは5日後に更迭されましたよ。その5日前にですね、私はね、私も多分日本の議員で一人だけ、ね、外人記者のメンバーだから、あそこへケント・カルダーというね、アメリカの大使に初めて補佐官ができた。そのケント・カルダーが日本にやってきて、ね、記者クラブで講演をしたんで、ね、私も聞きに来ました。その後アメリカ人の記者が、あなたの任期は何年ぐらいですかと聞いたら、ケント・カルダーが、いや、私はモンデルさんが言う限りずっとおりますから、多分 2,3 年はいいでしょうと言ったんだけど、その5日後クビになった。それからこの日本に、この大事な大事な日本に、アメリカの大事かどうか知らんが、1年半ですね、アメリカの大使は来なかったんだ。フォーリーは来なかったんだ。そしてですね、まあなんとかね、要するに1年遅れ半遅れて大使がやってきましたが、これもね、実は名誉な話でね、私もワシントンの時にいるし、非常に詳しい友達もいますが、親しい友達も、彼らからね、まあ、特にこの新聞記者情報通は、私が怒りっぽいんだから嫌な話をすると面白いんでね、私にいろんな話をしてくるけど、ワシントンのコンフィデンシャルね、実態というとね、日本の外務省からなんて東京ブランチって言ってますよ。日本の財務省の東京ブランチですよ。東京支店ですよ。皆さん知ってるだろうけどもね、私たち反対したんだがね、毎年毎年年次改革要求要望書ってアメリカは来る。読んだことありますか皆さん。毎年来てるんだよ。日本から送ったことはない。アメリカの目隠の前ずっと日本が来たわけだ。そのアメリカさんもね、頼りなくなってきてね、尖閣がこういうふうになった時に、一体誰がこの島を守るんですか。政府にやってもらいたい。東京やるのは筋違いだという、筋違いだよ。これ筋違いだけやらざるを得ないじゃないですか。自分たちの大事な家にね、強盗が入ろうと、入るぞと宣言していながら、閉じまいるまでしない国って世界中どこにあるんですか。だからね、東京はね、あえてね、ああいうアナウンスをしてね、これに応える国民が、今日の時点でもう11億の貯金が超えましたよ。これはね、ありがたい。日本人はね、まだ捨てたもんじゃないと私は思いますね。中にはね、私が貧乏で、家族3人で、とにかく貧乏だけども、1人1万円ずつで3万円送りましたという人は、あるいはある田舎のおばさんは、私のところはね、村ではね、不便で、東京に行ってるみずほ銀行はないから、1時間バスに乗って町まで出かけてみずほに入れましたけどね、どうか田舎の仲間でもね、たくさんそういう人がいますから、その人たちの便宜のためにね、悠長にですね、口座を設けされということで、これは設けました。そういうね、国民の意思というものをね、なんでつまり歴代の政府は無視してきたんですか。原因は外務省でしょ。しかし外務省だけに責任なすくるわけにいかない。
石垣の市長さんもいらっしゃるけどね、あの不法な衝突相手を行った、保安庁の船は穴開いて引っ込んだ、相手の船バウの船首の装甲が厚いから突っ込んできてかすり傷を受けただけ、この船長を捕まえてね即時釈放でしょ、誰が釈放したんですか、沖縄県の地検の検事、冗談じゃない、じゃあその検事をですね、皆さんこれ呼びなさいよ、誰がいらっしゃるよくわかんない、当然外務省でしょ、で何やったかってね、それは市長さんよく分かってるけど、石垣空港夜中の3時あのね船長ね、向こうのある高官が特別用したって迎えに来て、空港のしおり一文も払わずに連れて帰って英雄扱い、こんなバカな目にさらされる国どこにあるんですか、あなた方の責任だよ、かけも自民党の責任だよ、政府の責任は国会の責任ですよ、しっかりしてもらいたいね、声を大きくして言いたいけどね、本当に怒鳴りたくなる、だから東京までしなくてもいい筋がないことしてるんです、本当はね国がやるべきですよこんなこと。